崎 VS 北村美希。青コーナーの北村選手には鉄ジム講演会、福ダム福ダムさん、美容整形シャイニーさん、マックスウォーヘアーさん、そして西本優壮さん、黒木勲さん、坂本博信さんから、そして赤コーナーの美咲選手にはフォレスト介護ステーション様、そして有限会社三洋様、満天産業株式会社様、ベルデンタルオフィス様、そして東田石原デンタルクリニック様、寝技ワールド品川代表長谷川秀樹様、根木哲也様、森竹本家代表森田麻美様、西森新太様、水谷様、北越餃子本店様、北越餃子大宮店様、そして長谷川秀樹様より激励賞が届いております。なお両選手には花屋敷様より特別招待券も贈られております。やったね、サキュー、サキュー、イサキュー、サキュー。日本女子ミニマム級王座決定トーナメント準決勝の第1試合、加藤が今日の第6試合でファイナル進出を決めます。しゃがんで逃げる声は反則となります。上がりしてもらっていいですか。はい、どうぞ。落ち着いて。青コーナー北村美希、赤コーナー美咲。痛い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 
ド終了。
の結果をお知らせします。ジャッジ津山29対28、赤美咲。ジャッジ若林29対28、赤美咲。ジャッジ茂木30対28、赤美咲。以上判定3対0で勝者赤コーナー美咲。